異世界を入門転生したけど日本語が通じなかったは、夫婦スカイ刺身による日本のライトノベル。イラストは、藤士チョコが担当。略称は、伊勢二を。2017年8月より書読む及び小説家になろうにて異世界転生したけど日本語が通じなかったという題名で、ウェブ版の連載が開始され、2018年7月に、L エンタメ小説より本題名で、 書籍版が刊行された。作者のフフスが中学生の頃から作っている人工言語、架空言語のリパライン語が一世界で話されているという設定で、その言語を主人公が学ぶことが物語の主軸となっている。Web 版ではリパライン語がラテン文字で表記されているのに対して書籍版では リッパーシェという独自の文字で表記されており、本文はすべて横書きになっている。リパライン語の他にもアイル語、タカン語、ベフヒス語、遊ク語など、複数の架空言語が登場する。主人公の思考シーンには、ラテン語やタミル語などの実在の自然言語も登場する。異世界に転生した蜂が、さき緑の目の前には、銀髪の少女、シャリアがいた。彼女と、 一疎通を図ろうとした緑は日本語が通じないことに気づく。戦時中の異世界でチートを使いハーレムを形成することを目指す緑は現地の言語であるリパライン語を少しずつ学んでいく。シャリアとなんとか最初のコミュニケーションを成功させた緑はエレーナやレシェールにも出会う。当初いた場所で紛争が勃発したため緑とシャリアたちはレドラの街に移動する。 シャリアとアイベアになった緑は文字を教えてもらうなどしながら、リパライン語を引き続き学ぶ。リパライン語ではない異世界語を話すフェリーサや図書館の司書のヒンバリーと出会った後、緑は政府のスパイでフェンテ書礼であるとの疑いで捕まり、裁判に出ることとなる。ヒンバリーの介入で囚われずに済むも、町の住人からの疑いは、晴れず、シャリアからも見捨てられてしまう。次の日に起きると、 再び紛争が起こっており、緑は倒れていた兵士から武器を拝借して、外に出る。シャリアを発見するもバリケードが破壊され、敵に見つかってしまい、緑がシャリアをかばおうとしたところでレシェールラに、助けられる。フィアンシャのシャーツニアーであるフィシャが、実はフェンテ書礼であることが発覚し、緑とヒンバリーがフィシャを追う。追った先の地下道で、 緑が飛車を殺さずに拘束するも、緑らが地下道を出た後に地下道が爆発する。突起しない限り、名前は、姓、名、または、姓、文家名、名の順。リパライン語に使用される文字、デューティュースンリパーシェの一覧表官末の監修及び、スペシャルサンクスより。ネットラボでは、ネット上では、架空の言語に関する設定の緻密さや、 言語学者のように言葉の意味を解き明かしていく過程の面白さから注目が集まっているとして、本作の Web 版が取り上げられた。批評家、編集者の村上祐一は、本作の Web 版に関して、頻度解析から初めて相手の言語分析を始めるという内容に関して、驚きといえば、驚きの、そして必然的といえば、必然的な営みと述べ、 固有名詞のみならず文法構造まで考えるということに関しては狂気の沙汰と評した。同様に作中に独自の言語が登場する作品として星会の文章を挙げつつ同作品に比べ本作品は言語学的分析を主題とした面が強いという点に触れた。最後には だんだんと記号に過ぎない文章が理解されていくのが、私たち読者にも経験されるにおいては、大変稀有な読書体験であるとまとめた。作家の炎上等は、作中の言語が作者の自作言語であることに触れた上で、異世界の言葉について考えたことのある人や、架空言語好きには、楽しい一冊と評価した。このライトノベルがすごい。2019では、単行本。 ノベルズ部門で25位にランクインした。同志にて、ライターの柿崎里氏は、緑が様々な手法で、単語や文法の法則性を見つけ出し少しずつ言葉を習得していく過程が実に新鮮で、本作ならではの知的興奮を味わえると評価した。異世界の入門転唱したけど日本語が通じなかった。ありがとうございます。